はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、少し前にね、最強はタランザ君なんじゃないかっていう動画を上げたんですが、まあその時のね、動画で、まあツイッターの方でね、マホロは秘書数字、まああとタランザも、で、サンマカン、キスちゃん、ルージュ君、ザンパルルティザーヌ君、その、全員のコンボ、まあコンボ技、ドロッチェとかダークメタナイト、アドレーヌが出た時もやったんですが、それを、やってないんじゃないですかって、コメントがあったので、まあ、今回ちょっとそちらをやってみようかなと、確かになと思って、その最強コンボを探すみたいなことをやってたんですよ。なので、あ、これじゃない、これじゃない、星の丸々、スターフレンズでギュー!はい、ですね、はい。まずは今日は、マホロワを、星の丸々でちょっとどんな技か試しつつ、アルティメットチョイス挑んでみたいと思います。まあ、アナザーで1体で、どんだけいけるかっていうのをやりたいので、だから、かなり鬼畜なので1体でやった方がおそらく強さが分かりやすいと思うのね。あ、でも、あれか、マホロワの場合、結構、遠距離というかね、その、援助、なんだろうな、ちょっとサポート型だから、そういう時はプレイヤー入れた方がいいかな、4体。それでアナザーディメンションやろうかな。で、まあ、肝となってくるのが、どの技、とりあえずコンボっていうと、これがね、強いかちょっと正直ちょっと微妙なんですよね。で、まあ、おそらく、その下上 Y、これを軸に戦っていかないといけないかなとは思ってます。この、ウルトラソード。このウルトラソード中は無敵なので、正直、その戦い、戦闘中にも向いてるし、こう、撃った時に隙ができてしまったと。その時に緊急回避用でも使えるかなっていう感じで、この、ウルトラソードを使いつつ、基本は、これで守っていくって感じかな。うん、これで攻撃したりとか、打ちつつ、ちょっとずつチクチクダメージを与えつつ離れて打つ。そして攻撃が来た時にこれで逃げる。そしてフレンズがいる時は相手に大ダメージを与えたい時はローア戦を使うっていう形かなとは思ってます。まあ、あとちょっとこれもね結構実は強いんですよ。このブラックホールもボス戦に限ってはなかなかダメージを与えれるので、これも使っていき、最強コンボって言うと、どうなのかな。ちょっとここら辺はちょっと、アナザーディメンション、アナザーディメンションじゃない、アルティメットチョイスやりながら行こうかなと。意外とこれも強いんじゃないかなと思いつつね。ちょっとこれは組み合わせを探して、最強コンボを探していきますね。一番いい組み合わせというか、そのパターンですかね。じゃあ行きましょうか。とりあえず、まあ分かりやすいとこで言えば、やっぱりエクストラの方が強いんでね。強いから分かりやすいと思うので、エクストラやっていきます。それでは行きましょう。アルティメットチョイス!さて。まあやっぱりアルティメットチョイス、その EX を勝てませんっていうね、方が結構いるかもしれないので、でもな、魔法のバタミ、一人でやってみるか。一人でちょっとやってみますね。分かりやすいと思うので、一体のコンボ。本来は多分、マホロワって、その、なんだろうな、その、補助、サポート型だと思うんです。で、タランザ君が、もう完全に一体で突撃できる子。あ、秘書数字かな?ちょっと行ってみましょうか。とりあえず、まずは、この、アナザウツに関しては、こうして、爆破するじゃん。ちょっと待って、まず大きくさせる。で、これは多分、痛いです。この、ちょっと待って、育てさせてどんぐらいダメージ与えれるか。あ、ちょっと待って、結構食らうな、これ。思ったより。ちょっと待って、これ試してみようか。ちょっと待ってね。ここで守りつつ、この子が大きくなってくるじゃん。で、爆発させる。あ、結構でもダメージあるな。あー、なかなかいいっすね。じゃ、これで第2段階に突入と。あ、まだか。第2段階に突入と。よし。あとはこの、透明をどう使うかだよね。この透明になれる、機能があるんですよね。それを、こうして、透明になっちゃって爆発させるっていうのも手だけどね。こうして、ちょっとずつアップさせるじゃないですか。で、もう一回、爆発させる。おっと!で、ほっ!よし。こうする。待つでしょ。お、意外と、あ、でもちょっと効率悪すぎるか。ちょっと遅すぎるな。あとはこのガード、あ、待って、これ無敵だ。
無敵だってなんだこれ。5枚割れるまで無敵か。あ、見つけたなり、これ見つけたなり、マホロアの、あ、これ多分無敵だな、完全無敵だなこれ多分。割れるまでダメージ受けてない、なるほど。これ多分これが5個割れるまで無敵なんじゃない。ほらほら今2個でしょ。でこれ復活させたらなるから、あれこれ強くないか、マホロア。まずい、これダメージ受けて、ちょっと待って、こうするでしょ。あとは遠距離技を打ちつつ、ちょっと待って、こいつに関してはちょっと厄介だな。じゃあここで、じゃあちょっと待ってよ、ガード割れても言われても言われてもダメージ受けないから、これダメージ受けない。で下を弱い、これだ。あ、ちょっと待って、間違えた、間違えたでござる。火力はあるからね。なるほどなるほど、ちょっと今回見えた気がする。これだな、これはこのガードが強すぎるぞ。もしかしたらほぼ無敵ってか、カービィのガードってどんだけ守ったところでもダメージはちょっと受けちゃうんですよね、カービィの場合はね。これ使っても、でもこのマホラーのガードの場合ってダメージ受けなくて、さらにこのガードのやつが5枚、おそらくシールド5枚が壊れるまで無敵なんじゃないです。一瞬でも戻せばまた無敵状態だから、だからこうするでしょ。で守る、大きくなっていく、これかなりか入るはず。ちょっと待ってね、大丈夫、大丈夫で今、うわ強い、あ結構ダメージ入る、これ終わり。あ、まだか、まだ、まださすがに、ほらよ、おっと、お前、お前何盾作ってんの。で、こっちの方がいいか、まあ、こ君の場合はそんなに警戒しなくてもいいか。おっと、あ、でもなかなか中国ってだから強くなってるな。で、あ、君じゃないのない。で、こうする。で、守る。今回はさすがに、これきついか。こう、で、こっちになっていく。うおー、結構ダメージ入る。痛い。で、爆発強い。なるほど。隙がないんだな、こっち意外と。で、爆発させる。よし来た、これ来たぞ、これ来たぞ。これ強いぞ、なかなか。で、爆発させるよ。えい、待って、問題ない。ほら。で、待って、下をやばい。終わり。あー、なるほどね。駆使してやっていけばちょっと時間かかるけど強いかもしれない。そしてこの次元爆弾、次元爆弾が意外とこれ弱いかなって思われつつ、このマックスになった時の火力が半端ない、半端ねえ。よし、トータルテンポスが出てきたところで、はい、じゃあ何言ってるか分かんないですね。じゃあよろしくお願いします。じゃあもう投げとく。そのポンコンがね、そのなんだろう、こう待って、間違えても、あ、違いましたこれポンコンにすごい効きそうだよね。待って待って、これまだよ、もうちょっと、もうちょっと育てていこう、もうちょっと育てていきますよ。痛いです、もうちょっと育てていきますよ。そろそろだね、そろそろいいんじゃないか、これそろそろ大きくなってきたところでバコーン強っ、これ相当強いぞ。火力がほぼもう半分いったからね。で、あそこで育てとく。で、こうしたら敵が来るでしょ。まだ、こっち、こっち来い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 、こっちへ来い。オッケー、強い、待って、強いぞこれ。育てないと。さらにガード、最強なガードを使っていって戦っていったらなかなかいい戦いになる、面白い戦いになるんじゃないかなと思っております。なかなか強いよね、マホロはやっぱり。次元爆弾は結構強いってことに気づいた。おっと、おっと、バババババ、ガード一瞬遅かった。ほっ、よし、これいけた。投げ、投げとく、今投げちゃったね。ほっ、うーん、なかなか食らう、いいね、いいダメージ。で、これ、これクラッコに強いぞ。終わり、オッケー。これはクラッコ、あ、ちょっと待って、これさ、ここに置いとこう、こっちに置いといて、どこに、どっちに置いとく、バカ、当たるかな、当たるんだったらこっち置いときたいな。大丈夫、これ守れば大丈夫。で、ロングソード、ロングソード、ウルトラソード。で、まあ、持って、で、あ、これちょっと待って、この爆発で合わせて、来い来い、こっち来い、いけるか、まだか。いやー、これ、どうだ、ちょっと守って、今、あー、食らわないか、くっ、守る。よし、で、これで下をやばい、ほっ、よし、これ無敵ってのが強すぎないか、マジで。今、よし、ナイス。で、もう一回投げる、こっちに投げとく。で、これ、これで守って、そして育てていこう。この果物を育てて、果物爆弾が強すぎる。てかガードが強すぎるな、これ。本当にガチに無敵だもんな。ダメージ受けてないね。
それで来い。今です。オッケー、大丈夫。でももうちょっと直撃だったらもうちょっと当たってると思うんだけど。いや、本当ダメージ受けてる。やばい。あ、じゃあ、こっち。オッケー。ほっ、じゃあ。受けてないね。受けてないね、ダメージ。無ダメージだね。さあ、来い。こっちか。こっち来いよ。なんだ、来ないなんだ、撃つぞ。行くぞ。今です。よし。オッケー。ちょっと、まあ、戦闘自体若干長引いてしまうんですけど。この防御が遠いんで、慣れてきたら、今ちょっとね、慣れてないから、結構消費しちゃってるんですけど、回復。これ慣れてきたら、いいんじゃないかな。まあ、あとは、ウルトラソードとかをうまく、どううまく扱うかかな。あ、今のは、始まった瞬間にこれ殴ってもいい。で、待てよ。あとは、フック川崎が厄介だ。割れる。あっ、危ねえ。消える。そして、フック川崎こっちか。ダメか。鬱陶しいな、こいつ。うわい。で、ほい。よし。おっとー、投げとく、ぽいぽいする。で、こっち来る、問題ない。で、こっちに来い、投げとく、問題ない。さあ来い、通って来い。今です。オッケー。でも思ったよりダメージが入らん。でも空中にいるとあれだな。で、こいビビってや、相手にはちょっとダメだな。でも今度これ使ってみようか。いた、ちょっと待って、マジ間違えた、間違え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 ます。間違える、間違える、ミスるな。待って、ミスるな、ミスる。どうしよう。おら、待てよ。これいつまで爆発しないんだろうな。ずっともしかしたら残るこれ。ちょっと隙ができちゃう。ビビッちゃんに対しては、空中の敵に対してあまり有効ではないっていうのがちょっときついな、そう思うと。なるほど、サンマカンとかどうするかな。バグジーはまずいんじゃないこれ。これ守れる、バグジー守れるね。あ、守れない、まずい。これバグジーはまずいぞ。今です。バグジーはまずい、バグジーはなかなかきついな。これはこれきついぞ。今まずい、バグジーに対して弱すぎる、バグジーに対して弱すぎる。トライングさんが下手、仕方ない、もうこれは仕方ない。もうこれを使う、これを使っていくしかねえか。待てよ、危ねえ、うっ、ダメだ。バグジー2体がきつい。そっか、今の場合はどうなんだ、ロングソードをガンガン使っていくべきなのか、なんだろうな、そのあー、ブラックホールか。ブラックホール、いやでもブラックホール売ってる時にもう無防備になるからな。タランザ君とかだとセクトニアでいいんですよね、あれって。セクトニア使いつつの、みたいな。逃げて、自分は逃げて、とりあえずやばくなったら中央にセクトニアをドンって置いておけばいいみたいな。マホロアの場合はちょっと援護型だから、やっぱり。その、守って、その、爆弾を投げつつ、そのコンピューターに戦ってもらうっていう戦い方が強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ他にも僕よりね、まあ、フォロワーってか僕より上手い人なんてもう星の数ほどいると思うんですけど、まあその僕なりに考えた、ちょっとコンボというか考えてみましたので、よかったら皆さんやってみてください。多分これね、やり方を覚えれば強いと思うんで、だから結構ボムはボス戦これから、あ、でもサンマ感に対しては効かないかもしれないですけど、ボムとかあとガード、あのガードが相当強いと思うので、そっからのウルトラソードとか、遠くからの、ため技、空中ため技攻撃とかを使っていけば結構強いんじゃないかなと思います。まあね、やっぱりちょっとタランザ君かなっていう感じはするかな。まあ秘書数字がどんだけ化けるかというか、どんだけ強いか、ちょっとあんまり秘書数字自体使ってないので、まあ秘書数字も使いつつやっていきたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。